今回植えたのはね、ゆずが5本、だいだいが5本、5本5本で合計10本で、去年植えた分が50本がね、くぬぎやら、やぶつばきやら、まてばしやら、そういったのが50本全部根付いたので、今日は20本かな、移植して、まびいて、で、植え替えて、で、植林作業っていうのはそれで終わったんですけれども、植林作業そのものの効果っていうのはね、学者じゃないとわかんないし、山にどんな木が生えてるから、海の成分がどう変わったっていうのは、我々ではもう全然わかんない話で、しかもそれが50本植えるのか、5000本植えるのか、5万本植えるのかっていうような話もあるんやけれども、山に入って木を植えるっていう作業そのもののその効果とかではなくて、そこで集う人とか、つながる人とか、そういった波及効果かな。うん。どういった意義があるかって言ったらね。だから今回は、馬事公園から対馬の大衆馬っていう馬の保存会の人たちに、馬を、乗馬体験をしに来てもらったんやけれども、それが馬を保存するのも、言ったらば資金が必要になるし、馬を保全するのも資金が必要になる。その今までは結局国からの補助金とか助成金とかそういったもので藻場を保全するっていう作業をしてきたんやけれども、それっていうのは決して持続していく形なのかなって思った時に、漁民自らの手で自分たちの海を保全していくためには、自分たちで稼いだね、言ったら漁村で経済を回していく、それを、今、ボランティアが、今のところ10名かな。うん。だから、たった10名のボランティアで、補助金をいただかずに、自分たちの、稼いだお金で、保全活動をしていくっていうところで、大衆馬も、ね、保存するのに、どうしても、そんな国からの、補助金とか、そういったものだけでは、なかなか自分たちの思った形で保存することができんという話でね。だから今回は馬を、連れてきて。で、あとはお客さん、漁民以外の方々の方が圧倒的に多いわ。だから、漁民自体はあまり、環境とかにね、一番近くにおるんやけども、環境よりも、もっと、漁師っていうのは、水揚げ、稼がなあかん。うん。海から、糧を、取ってくるっていうことばっかりに、経済にばかりに夢中になってね。その結果が今の、自然環境をやっちゃろうとは思うんやけれども、そこを、やはり、遅ればせながら、徐々に、環境の方に、意識が向いていくっていうことで、今日はゴミを拾う人たちと、それで、イノシシとかシカを撃つ人たちとか、あと、多種多様なところで活躍している人たちが、まあ、イベントですからね、お祭りやから一堂に会して意見交換をする、みたいな。顔つなぎをするみたいな。そんな位置づけ。うん。だから、こういった交流する時間の方をもっと充実させていって、植えるのはたった何本なんやけども、今年もガヤに行って、意識を確認し合うか、みたいな。そういった集まりになれば、ということで、来年もきっとやります。